投げる、打つ、守る、走る、さまざまな動作を日々続けるプロ野球の世界では怪我がつきものです。これまで順調なキャリアを送ってきた選手でも、一つの怪我をきっかけに二軍暮らしが長くなり、最終的には引退。そんなシーンは見ていて胸が苦しくなります。それに対して選手生命を脅かすような怪我をし、周りからあの選手はもう終わったと言われながらも、自身の可能性を信じ努力し復活を果たす選手もいます。今回はそんな怪我から復活し、多くの人々に勇気と感動を与えた選手を7人ピックアップして紹介していきます。それではまず第7位、津田常美。炎のストッパーとして名を馳せた津田は、1年目から11勝6敗、防御率 3.88 の好成績で新人王受賞と幸先のいいスタートを切りました。しかし2年目の後半からルーズショルダーや右手中指の血行障害に悩まされ、登板数が激減。その後血行障害を治すため、世界初となる中指の靭帯を摘出する手術を受けます。弱気は最大の敵、この言葉を胸に86年シーズンから抑え投手として復活を果たし、この年は22セーブ、防御率 2.08。 そして89年シーズンは12勝5敗、28セーブ、防御率 1.63 で最優秀救援投手のタイトルを獲得しました。続いて第6位、門田博光。ホームランのイメージが強い門田ですが、はじめは俊足、強肩、高打の中距離打者として活躍を見せていました。プロ2年目の1971年シーズンにレギュラーに定着し、打率3割、ホームラン31本、打点120で打点王、ベスト9のタイトルを獲得。この年こそホームランを30本打ちましたが、それ以降ホームランは30本に届かず、打率3割を残すアベレージヒッターとして活躍していた中で迎えた1979年2月16日。この日、ウォーミングアップの際に右足アキレス腱を断裂したことで、ほぼ1シーズンを棒に振ります。門田はこの怪我に関して、一度死んだ日と表現しましたが、そんなどん底からまさに不死鳥のごとく蘇ります。医師からゆっくり走れるようにホームランを打ったらいいじゃないですか。そう言われたところから、門田はホームランを追い求める打撃論を構築しました。すると80年シーズンはホームラン41本、81年シーズンはホームラン44本でホームラン王。その後もアーチを描き続けた門田は、83年にホームラン40本、88年は40歳にしてホームラン44本で、それぞれホームラン王を獲得と、アキレス腱を断裂して1シーズンを棒に振って以降、3度のホームラン王に輝くという見事な復活を果たしました。続いて第5位、村田兆治。マサカリ投法から繰り出される150キロを超えるストレートと落差30センチのフォークを武器に、1976年シーズンに最優秀防御率、翌77年シーズンは2年連続最優秀防御率と同時に最多奪三振のタイトルを獲得。そして81年シーズンには最多勝にも輝きました。そんな球界を代表する投手となった村田ですが、32歳の春に野球生命を脅かす大きな怪我に見舞われます。82年5月17日に右肘を痛め、靭帯損傷と判明。当時の常識では利き腕にメスを入れたら終わりと囁かれる中、村田は靭帯移植手術を受けます。その後、10メートルのキャッチボールから再出発した村田は、不屈の精神でリハビリを続け、85年4月14日の西武戦に先発。そして1073日ぶりの勝利投手になると、この年は最終的に17勝を挙げる活躍を見せ、カムバック賞を受賞しました。続いて第4位、小久保裕紀。プロ2年目の95年シーズンからセカンドのレギュラーとなると、全試合に出場しホームラン28本でホームラン王。97年シーズンも全試合出場を果たし、打率3割飛んで2厘、ホームラン36本、打点114の好成績で打点王のタイトルを獲得しました。その後もホークスの主力選手として活躍した小久保が怪我に苦しむこととなったのが2003年です。同年のオープン戦、ホームでのクロスプレーで相手捕手と交錯し、右膝の靭帯損傷のほか、
頸骨と大腿骨の挫傷など重傷を負ったのでした。結局このシーズンを棒に振ることとなった小久保でしたが、自分に降りかかることに無駄なことはない、決して下を向かないと決め、翌シーズンに向けリハビリに励む最中、小久保の耳に思いもよらぬ一報が入ります。巨人への無償トレード。突然の出来事にさすがの小久保もショックだったと言いますが、小久保はそれでも前を向き続けます。そして巨人移籍1年目の2004年は打率3割1分4厘、ホームラン41本、打点96の好成績を残し、2006年には巨人史上初の生え抜き選手以外での主将を務めました。その後古巣のホークスに戻ると、2012年シーズンには2000本安打まであと1本のところに迫っていた中で、腰椎のヘルニアで登録抹消。最後の最後まで怪我に苦しんだ小久保でしたが、復帰した6月24日の日本ハム戦で2000本安打を達成しました。続いて第3位、桑田真澄。清原との KK コンビで甲子園を沸かせた桑田は、プロ2年目の87年シーズンに15勝6敗、防御率 2.17 で最優秀防御率のタイトルに輝くと同時に沢村賞にも選出されます。その後も巨人の先発の柱として活躍を見せ、94年シーズンに最多奪三振、セリーグ MVP を受賞しました。しかし95年5月24日の阪神戦、桑田にアクシデントが襲います。3回表、湯船の三塁線沿いの小フライを捕球しようとした際に右肘を強打し靭帯を損傷。そしてトミー・ジョン手術を受けた桑田でしたが、リハビリ中はもう投げられないのではないか、また肘が痛くなるのではないかと常に不安と隣り合わせだったといいます。そんな中で迎えた97年4月6日、661日ぶりのマウンドに上がった桑田は、これからもよろしくお願いしますとマウンド上でプレートに右肘を添えました。そしてこの試合ではバント飛球に対して迷わずダイブするという怪我を感じさせないプレーを見せると、6回1失点の好投で勝利投手に。最終的にこの年は10勝を挙げ、その後も2002年には防御率 2.22 で最優秀防御率のタイトルも獲得するなど、見事な復活劇を果たしました。続いて第2位、前田智則。孤高の天才と呼ばれた男は高卒2年目にしてレギュラーになると、この年はゴールデングラブ賞受賞。そして3年目の92年から94年まで3年連続打率3割を記録するという驚異的な活躍を見せていました。ただ95年シーズンは金属疲労等で足に痛みが出ており、毎試合テーピングを巻き出場。そして5月23日のヤクルト戦、第1打席でセカンドゴロを打った前田は、一塁ベースを駆け抜けた際に右足アキレス腱を断裂し、残りのシーズンを棒に振ります。それでも前田は、人が助けてくれるわけでもない、自分でやるしかない、そう言い、不屈の精神力で96年から99年まで3年連続で打率3割を達成。しかし右足をかばっていた影響で、2000年には左足アキレス腱を負傷。もう無理ではないか、そんなことがささやかれる中で、前田の心は折れず、2002年には再び打率3割に到達。そして2005年には全試合出場を果たし、最終的に打率3割1分9厘、ホームラン32本、打点87と圧巻の成績を残したのでした。その後も怪我に苦しむこととなりますが、代打の切り札としても活躍し、2007年には2000本安打を達成しました。最後に第1位、吉村貞明。かつて巨人の未来を背負う才能の持ち主と言われた若き天才打者、それが吉村でした。うまさと柔らかさとパワーを併せ持つ左バッターは、高卒3年目にはクリーンナップを打ち、プロ6年目の87年シーズンには24歳にして打率3割2分2厘、ホームラン30本、打点86という驚異的な成績をマーク。原辰徳の4番を継承するのは吉村しかいない、誰もがそう信じていた中で、1988年7月6日、札幌で行われた中日戦、この試合で吉村の運命を狂わせる事件が起きます。8回表、ワンアウトから左中間の打球をレフトの吉村が捕球しようとした際、
センターの栄村と交錯したことで、左膝の4本の靭帯のうち3本が完全に断裂し、さらに神経まで損傷するという交通事故レベルの怪我を負ったのです。その後2度の手術を受けた吉村に対して、マスコミは容赦なく復帰は絶望的と書き立てましたが、それでも吉村は諦めませんでした。壮絶なリハビリを経て、足を保護するブレース付きの特製スパイクを履き、グラウンドに戻ったのです。そして89年9月2日に代打で復帰を果たすと、東京ドームは凄まじい大歓声。結果はセカンドゴロに終わりましたが、観客からはホームラン以上の拍手が送られ、吉村は涙を流しました。その後は規定打席に届くことはありませんでしたが、90年には84試合で打率3割2分7厘、ホームラン14本という好成績を残し、史上最速のリーグ優勝を決めるサヨナラホームランを放つと、それ以降も監督の長嶋から代打の切り札として重宝されました。以上でランキングは終了です。人生の中で困難に直面し、現実から目を背けたくなることもあるでしょう。ただ本気で結果を残したいのであれば、困難とそして自分と向き合い努力し続けることが大切。そう彼らの野球人生が教えてくれているのではないでしょうか。それでは今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。